明後日に迫りました都道府県対抗女子駅伝今回は注目選手を紹介していきたいと思いますまずは石川県代表の五島里野選手石川県といえば1月1日お正月に大地震地震がありましてまあ、被災地となってしまいました犠牲者も生まれてまあ今回スタートラインに立つということでぜ,ぜひふるさとに元気と勇気を与える走り期待したいと思いますそんな石川県 を代表する小島里乃選手は石川県の名門清涼中学清涼高校出身の選手2022年オレゴン世界陸上昨年のブタペスト世界陸上1万メートル日本代表の五島選手前々回大会の1区ではあの田中臨選手をぶっちぎって区間賞も取りましたぜひ被災地へ元気と勇気を与える走り五島選手の走りに期待したいと思います クイーンズ駅伝では1区で区間新記録の走りもしましたし五、まあ、島選手はトラック日本代表クラスの選手なんですけれどもトラック以上に駅伝で強さを良さが発揮できる、まあ、そんな攻めの走りができるのが五島選手の魅力ですから、まあ、仮に前回と同じく1区に来るのか、まあ、それとも他の区間で来るのか分かりませんが思い切り攻めてくると思います。まあ、他の都道府県よりもも調整ととかか難しかったと思うんですけれどもぜひ 石川県代表そして小島選手を応援したいと思います続いて岡山県代表のドルーリー選手を紹介いたします昨年中学三年生中学生区間の3区で見事区間賞とてつもない走りを見せてくれましたあれから一年高校生になりましたドルーリー選手は800メートル1500メートルでインターハイに出場まあインターハイでは日本人トップの銅メダルを獲得したということで まあ本当に順調に、ここまで成長しているな、というふうに思います。まあ、ただ、八百メートル、千五百メートルをメイン主戦場としていることもありますから。まあ、そういった意味で、今回、えー、昨年の中学生区間は三キロでしたから。四キロ以上の最低でも四キロの区間を走らなければならない。ドルーリー選手が、どんなパフォーマンスを見せてくれるか、注目したいと思います。あの腰高なフォーム、そして伸びやかなストライドということで、本当に伸びしろ抜群のドルーリー選手が、どんな駅伝を見せてくれるか。 岡山県高校駅伝では1区6キロも走ってましたから、まあ、ある程度は長い距離もまとめてくるだろうと予想しますけれどもどんなパフォーマンスをしてくれるか注目です続きまして兵庫県代表の田中臨選手 1500m、3000m 1500、3000 5000m の3種目で日本記録保持者の田中臨選手今回は2区が噂されます2区は4キロ区間となっておりますが4キロという距離は田中選手にとっては 1500m、3000m のスピードも活かせて そして 5000m まで走れるスタミナも活かせるということでかなり攻めの走りができるのではないかなと楽しみにしております今年はパリオリンピックも行われる年ということで田中選手は昨年ブタベスト世界陸上で 5000m 日本記録もマークされました長い距離の方がやっぱり日本人は戦えるのかなと思いますけれども、まあ、5000そしてその1万メートル m もね、えー、見据えてたら面白いのかなと個人的には思ってますけれども世界クラスの走りに注目したいと思います 兵庫県代表はチームとしても、まあ、優勝だったりメダル、入賞を狙えるチームワークだと思ってますので、まあ、田中選手がもちろん記録はもちろんですがその過ごし方だったりピーキングなどもぜひチームのみんなのモチベーションになっていただけたらなと期待しております続きまして秋田県代表の鈴木優花選手 MGC 優勝しました今年の夏行われますパリオリンピックマラソン日本代表と選出されました 大東文化大学時代から駅伝にとても強かった鈴木選手の走りの持ち味としてはダイナミックな走りですよね。あのダイナミックな走りで長い距離、特にマラソンまで走れてしまうということで、これから先どんな選手へと成長されるか、本当に楽しみな選手だなというふうに思います。まあ、パリオリンピックのマラソンが決まっているということで、そこから逆算して今トレーニングしていると思いますので、まあ、ピークかは分からないんですけれども、ただ鈴木選手。 まあ非常にスマイルも、ねえー、いい笑顔で走るということで、えー、本当に注目ランナーの一人なのかなというふうに思いますし注目されている方も非常に多いと思いますからぜひ元気な姿を見せていただきたいなと思います続きまして大阪府代表の久保林選手を紹介いたしますまだ高校1年生ドルーリー・シェリ選手と同級生となっておりますがあのサッカーの日本代表久保武久選手のいとこでもある久保選手に関しましては 最強 DNA を持っているのかなと思っております真夏のインターハイ 800m で高校1年生ながら日本一に輝いた逸材でもあります記録会では秋に3 0 0 0ルも走ったりしてましてまあ、距離もね楽しみだなと 800m だけじゃないぞというところも見せてほしいなというふうに思いますまあ、ドルーリー選手は8 0 0も走るんですけどまあ1 5 0 0ル以上も走れて、えー、プラス 800m 久保選手に関しては 800m プラス まあそれ以上の距離っていう感じの感覚なのかななんて思ったりもするんですけれども駅伝もしっかり走れると 800m そして 1500m でもインターハイ2冠が狙えるのかななんて思ったりも期待もしているそんな選手です続きまして愛知県代表の山本悠馬選手ブダペスト世界陸上 5000m 日本代表として昨年活躍をしましたルックスも人気の選手なんですけれども、えー、昨年の春卒業しました名城大学なんですが 学生時代 5000m で日本人学生記録もマークそして名城大学時代には駅伝で負けなしで卒業されました今シーズンは積水化学1年目クイーンズ駅伝では2区で区間賞そしてチームは優勝ということで、まあ、駅伝負けなしをここまで継続しているということで、まあ、ちょっと愛知他のね東京都だったり宮城県と比べるとちょっとまあ優勝というのはちょっと難しいのかななんて思ったりもするんですけれども山本選手のパフォーマンスというのは 多くのファンが見ていると思いますのでぜひ頑張っていただきたいなと期待してます続きまして東京都代表は新谷仁美選手1万メート m ハーフマラソンの日本記録保持者の新谷仁美選手は優勝候補の東京都のアンカー候補の一人ですマラソン練習のさなかでもあるのかなと思いますので、まあ、区間賞はねもしかしたら狙えないかもしれないんですけれどもただ優勝を狙うチームのアンカーとしては申し分ないだけの力はありますしあとは新谷選手のね レースに臨むその姿、姿勢っていうのは本当に多くの人たちの心を動かすと思いますので、まあ、現役の選手、特に都道府県対抗女子駅伝は中学生、高校生もまだまだ若い次の世代の人たちもたくさんいるということでぜひその挑む姿、姿勢そういった部分も見せていただきたいなというふうに思います2024年一発目の駅,駅伝となりますので新谷選手もちろんマラソンが一番のメインかもしれないんですけれども この駅伝にしっかり合わせてくるかけてくるだろうと思ってますので注目しておりますそして最後は長崎県代表の弘中リリカ選手を紹介いたします高校3年生の都道府県大工場職電4区で区間新記録をマークした選手1万メートル東京オリンピック日本代表選手でトラックはもちろんなんですけど攻めの走りが魅力的な選手ということで五、まあ、島選手も同じくですけれども 駅伝ににったりのその、えー、走り方なのかなかという,ふうに思ってますクイーンズ駅伝もエース区間の3区で見事区間賞も取りましたし世界の弘中選手がチームを引っ張ってくれるだろうと大きな期待を寄せております。ということであさってに迫りました都道府県対抗女子駅伝今回は注目選手を紹介させていただきました。以上